ジョバインゲーム。母が泣いている。悲しい出来事に目を背けたところで、足元には憎しみに満ちた自分の顔を映す水たまりだけ。希望が欲しい？いらない。絶望を知るから。滅ぼされた過去は変えられない。変えられるとしたら、あの多くは仲間の死にも微動だにせずこの里を蹂躙した。あなたたちに足りなかったのはそれよ。心を捨てれば勝てたとでも。試しに捨ててみなさいな。死んでいったオーガの魂はまだこの里に無惨し漂っている。何が言いたい？その魂を逃さず、すべて体内に取り入れなさい。魂を取り入れる？そう、食らい尽くすの。多くと同じように。おいおい、もう十分だろう。あと少しだけ試着してほしい服があるんです。お、こちらの服も似合うんじゃないですか？脱いだり着たりする身にもなってくれ。もうずっと姿見の前から動いてないぞ。しかしなんだろう、鏡を見ると嫌な気持ちになってくる。なんか鏡に嫌な思い出があるような。お、やっと濁ってない綺麗な鏡が使えるわ。この声、そうだ、何度かこんな展開が。誰なんだお前は。そう焦らなくてもすぐに会えるわ。こっちに来ればね。鏡の中に。また過去の世界か。リムル様、これはどうして私たち森に？シュナ、シオ、お前ら本物なのか？本物と言いますと？さっきまで試着室にいたはずなのに。本物っぽいな。今までは俺以外のみんな様子のおかしい偽物だったが。リムル様、あれ？ん？どうして、なんで私が。しかも前のオーガだった頃に似てるな。私が2人？いや、そんなわけが。わずかですが私とはオーラが違う。いえ、オーラの大きさで言えば今のシオン以上。当然だ。299人の王がその魂を全て一身に背負ってるんだ。スライムごときに飼いならされた鬼人とは出来が違う。オーガの魂を背負う。オーガの集合体、名はドドメキ。そこのスライム、間違いなく上位の魔人。もしかしてまた疑われてんのか俺。ドドメキと言いましたか。あなたがどこの里の誰かは知らないし、私と似ているのも不思議ですが、リムル様をスライムごときなどと愚弄する者は許せません。あら、切っちゃうの？あなたが望んだ理想だというのに。ようやく顔を拝めたな。お前なんだろう、この妙な世界を作ったのは。ご明察。私は鏡の魔女イージス。どうぞよしなに。鏡の魔女。そういや、俺がここに来るときはいつも鏡を見たときだったな。これがお前の言ってた鏡の国ってやつか？そうね。ここは鏡に映ったもう一つの世界だけど、現実の世界とはちょっとだけ違うわ。ちょっとってか、だいぶ違うように見えるけどな。人は鏡を前にすると無意識にいい顔を作ろうとする。鏡に映るのは真実じゃない。むしろ虚飾。常に理想の自分が映るものなの。この力、これがたどり着きたかった未来。誰かの理想通りに過去をねじ曲げてるってことか。道理でどいつもこいつも強くてニューゲームなわけだ。そんなありえません、リムル様。私はあのような姿を望んだことなどありません。覚えてないだけよ。オーガの里が滅んだあの日、あなたは意識下で望んだ。何を犠牲にしてでも敵を討ちたいとね。私は鏡や水たまりからあなたたちの無意識に問いかけ続けた。そしてあなたたちが思い描く理想の姿を実現できるのがこの鏡の世界。ユニークスキル、メガロマニア、それが私の能力よ。鏡の中で誰が何してようといいけどさ、なんで俺たちを引きずり込むんだ。あなたが欲しいの、リムル・テンペスト。俺？あなたの中にあるもの、そのすべてをね。捉えなさい、どどめき。おいおいおい、いきなりかよ。リムル様には触れさせない。仮に本当に私が生み出してしまった敵だというのなら、この手で始末をつける。角を伸ばして牙を抜いた鬼がよく吠える。忌々しい多くが今もなお各地を食い荒らしているというのに、洋服片手にままごととは。これがもう一人の私だと思うと情けないな。聞き流せませんね。私たちはリムル様を主と認め、信頼し、共に多くをため、強き者に従うという魔物の掟か。古い考え、否、染みついた固定観念、もはやただの習性。獣と変わらんわ。もう一人の私、お前はそこのスライムに名をもらって進化したようだが、本当にそれで満足か。当然です。私はリムル様のもとでリムル様と共に強くなる。それではお前は生涯東方の敵を討てまい。何が言いたいんですか。確かにそのスライム、強大なオーラをにじませている。オーガを鬼人に進化させるほどの器よ。だがお前も見ただろう、多くの強さ。そしてあの里に来た豚どもすら先兵に過ぎないということくらい気づいているのだろう。それでもリムル様なら、ああ勝てるかもな、そのスライムなら。だがお前じゃない。私はごめんだ。誰かの手で多くを滅ぼしたのでは気が済まん。あの豚に振り下ろすのは我がオーガの鉄槌のみ。私のオーガの手でほふらねばならん。こんなに腹さでおくべきか。話し合える状態じゃなさそうだな。その柔らかい体はさぞ食いやすいだろうな。スライム、お前を食えばさらなる力を得られる。覚悟。どうなっている。切っても切っても再生する。超速再生か。いいな。個体名シオンの攻撃は確実にドドメキを絶命させています。じゃあどうして。ドドメキの生命反応は現在294個検知できる状態です。残機があるのかよ。この身に宿るは散っていったオーガの魂。その5人をよくも、貴様の命であがなってもらうぞ。行きましょう。はっ、こんなものか鬼人。これが我らの進化系いいな。慣れの果てとは情けない。参ったな。長期戦になったら俺はまだしもあの二人は。一旦逃げるぞシュナ。シオ、逃がすと思って。鏡壁のつもりか。こんなのぶち割って睨みつけるが戦う理由一つ、アルマゲドン。覚悟天。照準は定まっている。くらえアルマゲドン。そんなバカ。みんな無事？避けきれなかった。姫様、お怪我を。大丈夫だ。こっちだって再生できる。けど全方位のレーザー攻撃、やばいなこの技。まずあの鏡が厄介だ。ならあらやだ、怖い顔でこっち見ないでくれる？お前さえ倒せば鏡は出てこないと思う。アルマゲドンをかいくぐりながら私に一歩でも近づけるかしら。させるか。無駄だ。いくら切ろうと私の目はどれか一つが必ずスライムを睨んでいる。照準は定まっている。アルマゲスライムが2匹。逃げられない。こんなことが。あ、捕食したな。バカな。俺と同じ捕食者持ちのスライムだと。ちょっと何なの一体。いやお前も待て。あれ俺何してたんだっけ。試着をしてたような。でも何かもっと大変なことをしていたような。お前らもか。なんか俺も変な違和感が。着替えの途中だったはずなんだが。っておいおい待て待て、なんつう服持ってんだシオ。え、似合いそうですけど。きついきつい、今日はもうやめ。それよりせっかく今は人間の体なんだし飯にしようぜ。なんか妙に疲れたし。はい。ではお夕食の準備を始めますね。お、シオンが作ってくれるのか。じゃあ早速行こう。